古府が織りなす偶然の美、南部裂織です。岩手県北上市、厳しい冬の寒さから身を守るために生まれた織物があります。その昔、衣料が十分に手に入らないときに、東北の家々では古い布を裂き、再利用して衣服を作っていました。その手仕事の良さを語り継ごうと、南部裂織と名付け、復興させたのが、沢藤邦夫さんの父、龍介さんです。染めた布を織るわけですから、もう全く先生に任せて、織ってるわけです。だけどそれがかえって綺麗なものになるわけですよね、まず古布を裂くことから始まる南部裂織。織った時に表面が均一になるように布を同じ太さで裂いていきます。そして裂いた布を横糸にして旗を織ります。もともと色や模様が施されていた古布を無作為に並べて織ることによって、新たに生まれる模様には素朴さとぬくもりが感じられます。さらに裂いた布で織ることで厚手になり、保温性に優れることから寒さをしのぐ衣料として使われてきました。現在では自然な美しさを生かしたコースターやバッグ、ペンケース、がま口など普段使いできる手工芸品として愛されています。リサイクルは今で言うね、現代の人にも理解してもらうためにはやっぱり色彩感覚というものが非常に大事ですので、それを今追求してやっているわけです。物を大切にする思いが新たなぬくもりを生み出す南部裂織です。